ドーセット、ドーセット、ドーセットは、イングランド南西部の地域で、ドーセット州、ザカウンティー・オブ・ドーセット、ドーセット・カウンティーとも呼ばれる。かつては、ドーセット・シャー、ドーセッチャーとも呼ばれていた。州とはドーチェスター、ドーチェスターである。西に、デボン州、北西に、サマセット州、北東に、ウィルトシャー州、東に、ハンプシャー州と接している。州の元は、 フーズアフィア D である。2001年の統計によると、ドーセット州の人口は39万980人で、ある。かつては、州の一部であったボーマースに16万3444人、プールに13万8288人がいる。以下の統計は、この2つの地区を除いたものである。州の人口の91.3%は、 イングランド内で生まれており、さらに95.2%はイギリス内で生まれている。98.8%は白人であり、少数派民族の人口は極めて少ない。78%はキリスト教徒であり、13.7%は特定の宗教を信仰していない。同セット州はイーストサセックス州の次に人口に占める高齢者の割合が多い州である。 人口の25.9%が65歳以上であり、16歳から74歳までの人口の13.9%が引退している。イギリスの34州の中で最も低い出産率を持っており、わずか1000人あたり9.6である。イーストサセックス州、デボン州に次いで最も高い死亡率を示している。百九十六年にはその差が千五十六人に達し、 人口が1000人にあたり2.7人減少していた。しかし、1997年には7200人の移民がドーセット州とプールおよびボーンマスに移住している。これにより、1997年の人口増加率はケンブリッジシャー州に次いで高い17.3%を示した。ドーセットの伝統的な産業は農業であった。しかし、 農業の機械化に伴い、農業従事者は数を減らしている。また近年、競争が激化するにつれ、州の経済で農業の占める割合は低下を続けていい。2002年に19万271ヘクタールが農業に使われているが、1989年には19万8558ヘクタールが使われていた。同じ期間に主要な産業の一つである。 食用牛の数は24万413頭から17万8328頭に減少しており、乳牛の数も10万2589頭から7万3476頭に減少している。羊と豚の数も同じように減少している。19世紀の初めから観光が同セットのもう一つの産業の柱となっている。 2002年には420万人のイギリス人と26万人の外国人旅行客が州を訪れており、7億8600万ポンドを支出している。外国人旅行客は1998年に41万人を記録しているが、1999年には31万人に減少し、2001年には32万人と少し回復したものの、 翌年には大幅に減少している。これは地球温暖化やイラク戦争などの影響が指摘されている。同セットは特に目立った工業を持たず平均の18.8%の雇用率に対しイギリス全体で34集中30番目の14.6%に止まっている。州の一人当たりの GDP は平均のントである。同セットには 数多くの小さな村があるが、大きな町は、わずかしかなく、市と呼ばれているものはない。最も大きな町は、南西の海岸沿いのリゾート町のボーマスと、伝統的な港町であるプール、それにクライストチャーチとその周りの村を合わせた集合都市である。この集合都市は、市と呼ぶのにふさわしい規模を持っているが、法律的には別々の町である。19世紀の半頃には、ここには、 プール港を中心とした小規模な町しかなかったが、ビクトリア時代に海水浴が広まり、ボーンマスがリゾート地として発展しき、州の南西部は高級リゾート地として発展していくことになる。例えば19世紀頃はプールのサンドバンクス地区は農民にさえ利用する価値のない土地として見捨てられていたが、現在では世界で3番目に地価の高い地区である。 1974年に宗教の変更があり、隣のハンプシャ州からボーンマスとクライストチャーチが州に組み込まれた。州には他にも二つの大規模な集落があり、一つは州都のドーチェスターであり、もう一つは観光地として有名で、ジョージ3世も頻繁に訪れていたウェーマスである。ブランド報道フォーラム、ウェセックス王国のこと、ギリンガム。 シャフツベリー、スターミンスターニュートーンは伝統的な市が開かれていた場所であり、ブラックモアベールやハーディズベールの村や農家の交流地である。ブランドフォードにホールウッドハウス社所有のバッジャー醸造所がある。同州のブリッドポート、ナイムレジス、それにウェアハムもかつて市が開かれていた場所が町になっている。ドーチェスターの西の端にポンドベリーというニュータウンが作られた。 チャールズ皇太子が設計を手伝い命名している。商業地区と居住区が一体となるように設計されており、郊外のベッドタウン化や車社会に一石を投じるものとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。